レハブアムは、ユダ王国の初代の王である。名前は、民は増え広がったという意味であると言われる。統一イスラエル王国第三代の王ソロモンと、アモン人、ナーマの間に生まれた。紀元前930年のソロモンの死後、シェケム王を訪れた時に、北部の諸部族からも王として迎えられ、第四代イスラエル国王に即位する。しかし、ソロモンの政策を引き継いで、 大事業を繰り返し、重税と不益を民衆に課した。不満を持った人々は、レハブアムに重税と重労働の軽減を要請したが、レハブアムは全く聞こうともしなかった。その結果、エジプトから呼び出された、ヤロブアム一世率いる北イスラエル王国が離反して、王国が二つに分裂した。父ソロモンが築いたエルサレム神殿は、レハブアムの知性には荒廃した。 紀元前925年にエジプト第22王朝のセシ,ションク一世の侵攻によって略奪、破壊され、跡形もなくなったという。ユダ王国はレハブハムの代にエジプトに侵略され、俗国となった。ソロモンの時代にもエジプトの俗国ではあったが、婚姻を通じた緩やかな従属に対して侵略を受けた末の屈服という違いがあった。 レハブアムの生涯は神に背いた生涯だったが、ダビデ王の功績のゆえに王としてダビデの町に葬られた。その後を継いだコアビアムもまた父同様神に背いた政治を行った。ありがとうございます。